皆さん、こんにちは。中小建設業のための生産性向上、事業継続ウェブセミナー、えー、総論担当いたします、芝浦工業大学の蟹沢と申します、えー。まずは建設業の生産性と事業継続というテーマで、えー、全体的なお話をさせていただきます。えー、建設業は生産性が低いと、えー、よく言われます。 で、このグラフは、付加価値労働生産性。えーまあ、時間あたりの各産業の働いている人が生み出す付加価値ですね。えー、それを、えー、表示したものです。えー、建設業は、えー、実にこの製造業の、えー、約半分くらいという値になっています。この付加価値労働生産性というのは、えー、計算式で言うと、えー、このように 表されますで私はこれをまあ経済学的生産性と呼んでいるんですけども、えー、まあ分数の分子に付加価値額分母が労働者数とまあじあの時間をかけたものです。えー、皆さんのわかりやすい感覚で言うと、この付加価値額というのは、えー、まあ企業でいう粗利益のような え、利益と経費を含んだもの。で、それを生み出すのに必要だった、えー、人の数、それから時間で割ったものになります。まあ、建設費はなぜこれが低いのか。まあ、それはあのグラフ、あの、この式を見ていただくとわかると思うんですけども、えー、分子、この上が小さい。まずですね。要するに、えー、生み出す付加価値というか利益が、 え、小さいということがわかるわけです。まあ、要は製造業の生み出す付加価値というか利益のえ半分ということになるわけです。で、一方で、え、この分母。これが大きいとまたえ生産性は小さくなってしまうわけですけども。まあ、要はそれにかかった、え、人の数が多い。え、それから時間が長い。 まあ、労働時間が長くて、えー、その生み出す利益が低い。まあ、要は、えー、結果として、えー、一人一人の賃金が安くなってしまう。これはあの、建設業の実態をよく表しているのではないかと思います。で、もう一つ生産性には、えー、もっと皆さんの身近なですね、まあ、どうやって、えー、現場で出来高を、え、稼ぐかという、 えー、まあ、こういう、私はあの、工学的生産性と呼んでおりますけども、えー、部がかり稼働率というのがあります。で、まずは、これは部がかりですけども、まあ、これも皆さんよくお使いだと思いますけども、一人当たりがどれくらいのものを、えー、加工できるか。まあ、職種によって違いますけども、濡れるか貼れるか、組み立てるかということになります。 で、まあ、警察業の場合は一般的に、これ一日あたりどれくらいできるかということになるわけですけども、えー、まあ、同じ、えー、大きさの、えー、数量を施工するんであれば、それにかかった、えー、人と時間が、えー、少なければ少ないほど、今度生産性、分がか,かりっていうのは、えー、上がるわけです。 ですから、ま、現場では多分皆さん日々これを、どれだけ文がかりを稼ぐかということ、この生産性を上げるかということにご尽力されていることなんだと思います。え、ま、ところがですね、これを見る場合にもう一つの観点があります。それはですね、え、こういうことです。え、これは、ま、あの、モデル的に、 建設現場の5日間分の作業ですね。A から E というのがありますが、えー、それを表したものです。で、まあ1日っていうのはこういう切れ目がありますので、こう見ると、えー、多分皆さんも、あのー、実感されてると思いますけども、建設現場に1日いても、実質的に作業をやってる時間っていうのは丸1日でない場合が、えー、多いわけです、えー。おそらくはですね、あのー、 躯体系の仕事ですね。これはずっと一日中なんか仕事をやってるように多分お感じになるかもしれませんが、これを厳密にですね、作業測定といいますが、現場でどれくらい実質的に動いているかということを測っていくとですね、だいたい6、70%がいいところなんですね。でこれがあの内装の工程なんかになるとですね、 もっともっと短くなって、50%から60%、職種によってはそれを切るような場合っていうのも出てきます。どういうことかと言いますと、これは稼働率と言うんですけども、所定の労働時間に対して実際にどれくらい作業をしていたか。所定の労働時間というのは現場で言うと通常実質8時間、それから残業があればそれも含めた上でその中でどれだけ えー、実質的に働いていたか。で、この実際に作業していたっていうのはどういうことかと言いますと、えー、その、所定の時間から、非作業、何にもしてない、あるいは手待ち、これを待っている、えー、というものですね。それから、この非作業の中には、えー、無駄な移動、あまり、要するに道具を運ぶとかっていう意味のあるものではない移動とかですね。えー、その、あとは休憩時間、 ではないときの休憩とかですね。そんなものが含まれているわけです。これがトータルすると、まあ、大体、えー、現場では、えー、6、70%、場合によってはもっと低いというのが実態だと考えていただけるといいと思います。で、先ほどの、えー、模式順に戻りますけども、えー、まあ、これが ABCDE が、えー、ずっと、もっとあの、手間なく全部できたとしたら、どうなるかということで考えてみると、えー、この工程は、 5日間かかるものが実は、全くこの手待ちとか、非作業がなければ、3日で終わる。要するに5分の3ですから、これが稼働率でいうと、5分の3、10分の6ですから60、60%ということになります。で、この空いた部分が、非作業とか無駄ということになるわけです。 で実際の現場では、この工程が何十、場合によっては、あの、百を超えるような工程があるわけですから、それぞれにこの被作業、無駄っていうのが少しずつあるとですね、これが積み上がると、相当な、えー、無駄な時間っていうのが現場にはある、というのが実態だと、えー、お考えいただきたいと思います。まあ、要はですね、この、まあ、いくつ、今までに3つの生産性の式というのを、えー、提示しましたけども、 えー、まあ、どれも大事なんですが、私は特に皆さんにはこの稼働率というものについて、えー、意識をして、えーおは、これからの話を聞いていただきたいと思います。それからおそらくこれが一番現場での改善が、あの、大きいものです。ただし、あの、皆さん一人一人ではできない。これ本当は実は現場全体でやらなければいけない。まあ、言いた 産業全体で考えなければいけないというような大きな問題です。え、ま、これをあの、向上するにはどうしたらいいか。え、生産性向上ということで言うと、あの、トヨタ生産方式というのが非常に、え、有名ですけども、トヨタ生産方式の中には7つの無駄というのがあります。え、ここに挙げた7つの作りすぎの無駄、手待ちの無駄、運搬の無駄、加工そのものの無駄、在庫の無駄、 動作の無駄、不良を作る無駄っていうのがありますが、この中で、この稼働率に関わるものっていうのが、えー、手待ち、運搬、それから不良を作る。これ手戻りになりますけども、えー、3つのものになります。それから、稼働率に関わるようなものですね。あの、分がかりに関わるようなもの。これは加工そのものの無駄とか、動作の無駄というものになります。 で、まあ、この生産、トヨタ生産方式ってのは非常に有名な話で、えー、皆さんぜひともですね、えー、ここに書いてあります、この,の大野太一という方が書いたトヨタ生産方式。これ実はもう2018年で第116釣りっていうすごい、えー、超ベストセラーなんですけども、改めてこれを見ていただくと、えー、生産性について考える、とてもいいきっかけになるんじゃないかと思います。 じゃあなんで建設業はこんなに稼働率と無がかりが悪いのかっていうことを考えてみますと、まあ、いくつもの要因があります。えー、まず、あの、職種が、えー、細分化しすぎている。これはもしかしたら皆さんあんまり実感がないかもしれませんけども、えー、私が現場で調査をしたことあるんですけども、職長の皆さんに、えー、あなたは何の職種ですかっていうのを聞いて、1000人分ぐらい集計したことがあるんですね。 そしたら100、100を超える種類が出てきました。ものすごくあの細分化しています。で、マンションの現場なんかだと、一部屋を作るのに、100くらいの、えー、職種といいますか、工程が、えー、あります。まあ、これが実態です。それから、あと、直列工程の前提というのがありますが、建設の現場って、前の作業が終わらないと、次の作業を始めない。 まあ例えば、あの、マンションで部屋を作ってるようなことを意識すると、前の職種がそこから出ていかないと次の人が入らない。しかもそれ1日単位でやってるということがあるので、すごくえー無駄が生じやすくなっています。まあそういうものを前が終わらないと次がやらない。一緒の空間の中で違う職種が一緒には動かないっていうのをこう直列工程というふうに言います。それから、まああの、管理の単位ですね。原則として建設業1日いくらで、 え、どれだけだというふうに、あの、分がかりなんかも考えてしまうんですが、実はもっともっと合理化を考えていくと、これは、え、例えば半日単位とか1、1時間単位とかにしなければいけません。製造業はこれを1分単位とか、そんな単位で、え、作業改善というのを考えています。それから、不確定要素の多さ。これはどういうことかというと、 まあ、あの、元受けから示された、工程表っていうのがあるんですが、必ずしも現場がその通りに動いていないとかですね。必,必ずこう、えー、遅れがあるとか、特に後工程に行くほど、えー、詰まっていくとか、まあ、そんな不確定要素っていうのもあるのは確かです。それから、えー、標準化不足ですね。これはまあ、現場ごとに、えー、作業が違ってくるとか、手順が違ってくるとか、えー、組み合わせが違ってくるとか、いろんな問題がありますが、 これは標準化不足っていうのは特に日本の建設業のすごく大きな問題です。それから情報伝達の難しさ。これよく現場に行くと、職長さんが自分の作業に入れる場所がどこかというのを探して回ったりしてますけども、これ,はこれが非常に無駄ですね。そのタイムラグが見つけた時にはもうずっと前に前の工程が終わってたりするわけですから、ここにタイムラグが生じる。これがずっと積み重なっていくとすごく大きな無駄になる。 ということがあります。それから、まあ、そもそも、請負いを前提としたいろんなシステムができてますので、えー、請負いっていうのはあんまり時間感覚がない。そこが、あの、裁量に任されてるのがいいとこでも悪いとこでもあるんですけども、えー、まあ、請負いだからあんま細かいこと言えないよね、みたいなものの積み重ねが、えー、いろんな無駄を生んでると考えていただいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、それから、まあ、あの、重装したわけですね。えー、まあ、同じ職種の中でも、 え、重層化が激しく、あの、深くなっていくので、情報が伝わりにくいとか、まあ、そこのところでいろんな無駄が生じるとか、まあそういった実態も、えー、あるわけです。まあ、その解決策としては、今日お示しするのは、多能工と、えー、IT の、ICT の活用ということです。で、多能工については、えー、まあ、あの、別の講習でも、え、お話をしましたが、いつか、いくつかの種類があります。 え、複数の専門技能に、え、通行した。要するに自分の専門技能の他に、もう一つとか二つ、かなり専門、それも専門レベルに近い、え、能力でやることができる。ま、こういう、こういう人がいたならば、それはマルチ多能工というような人だと思います。それから、え、専門技能を軸に水平展開。自分の技能の、え、プラスアルファですね、え、の部分っていうのをやる。 えー、まあ、スペシャリスト型の多能工です。まあ、だけども、あの、普通の、あの、熟練技能者っていうのは自分の作業だけじゃなくて、えー、前後工程のことについても、えー、多少作業できるわけですから、まあ、かなり、えー、このスペシャリスト型の多能工っていうのは、まあ、今までのベテランの方だと考えていただいてもいいような人だと思います。それから、割と、あの、発想がいかないのが、この垂直展開。えー、要するに、 あの、技能の方だけじゃなくて、え、現場の管理もやるよと、加えて図面も書くよとかですね、そっちのあの、えー、管理とか図面を書くとか、あとこれからで言うと、IT 機器を使いこなしていろんな連絡をするよみたいな、そっち方向に伸ばしたものも多能工と考えられますし、これは非常に新しい概念。しかもこれができるようになると、より稼げるようになる多能工だと思います。 それから、まあ、これはスーパーサブ型多能工。これも可能性が高いんですが、現場には、まあ、あの、いわゆる常用度工作業みたいな、あの、割と単純な作業だけでなく、えー、専門工の仕事なんだけども、ある特定の一部だけにある、すごく小さな単位の仕事とかですね、えー、そういうものが、あと、インターフェース、あの、先行する部分だけに生じるような作業とか、あとは、あの、手戻り、なんか直し屋なんかが入った時の、 え、仕事とかですね。そういう、あの、偶発的な作業っていうのは結構いっぱいあるわけです。で、これを全部まとめてやってくれるような多能工がいると、現場は非常にうまく回るんですが、まあそれをここではスーパーサブ、多能工というふうに呼んでいます。で、まあこれらはいろいろ組み合わせたもの、それこそあの、垂直にも水平にも展開したような人がいたら、それはスーパー多納校と呼んでもいいんじゃないかと思いますけども、 もしこれができたら、これ非常に稼ぎもいいし、現場の生産性も上がるというような、すごくいい多能工が目指せるんじゃないかなと思います。で、必ずしもですね、こういったものを一人でやる必要はないんです。グループとして、会社として複数のものを受け負うで。複数のものっていうのは一連のものだけでなくてもいいんです。例えば、躯体工程と仕上げ工程というふうに離れていてもいいわけですし、 まあ、そういうものはグループ多能工と言います。まあ、いずれにいたしましても、えー、多能工に関しましては、詳しくは、えー、第3部の方で、えー、お聞きいただきたいと思います、まああの。今の多能工っていうのを図式化しますと、もうスーパー多能工になると、この真ん中で示した全部がくっついているような、えー、工程が組めるような可能性もある。まあ、だけども、えーと スペシャリスト型とかですね、そういうものであれば、この一部の仕事はくっつけられる。まあ、それだけでも、あの、この作業が、この今模式で言うと、一日縮まるわけです。まあ、そういうことを言うと皆さんはですね、そんなことを言っても、専門校には負けるんだから、例えば、スーパーサブのようなものですね、余計に作業時間がかかるじゃないかと。で、例えばこう、作業がこう、伸びていってしまえば、作業 A が伸びた、作業 B が伸びたといえば、 もうこういう工程が成り立たなくなるではないかというふうにお考えになるかもしれません。まあ実際じゃあ倍に伸びたらどうなるかという工程を作ってみると、えー、まあ作業 A が倍の時間になります。B も、A、倍の時間になります。えー、C も D も倍の時間になります。で、E も2つ分がまた倍になるというふうに考えると、まあ実際にこれ5日を超えてしまうわけです。 ところが他の子のいいところは、さっき直列工程が問題だと言いましたが、前の他の会社の人の仕事が終わらないと次が入れないということはないので、一部、ラップ作業ができるようになります。ラップ作業ってのは絵で示すとこういうことです。前の作業が全部終わらなくても、終わったところから次に入るというようなことができる。で、すべての作業がそれができるわけじゃないので、 まあ C、A と B、C と D がそれをできるよということになって、で、で最後のところに、例えば E をまとめてやるということにすると、一つ一つの分がかりが倍になっても、しっかりと5日で収まる。これじゃ5日で変わ,らじゃない変わらないじゃないかというふうに思われるかもしれませんけども、こういうのは非常に、ロームの平準化、毎日毎日1日ですね、同じ人数の人たちでずっと仕事をできる可能性が、 え、出てきますし、あとこれは空白の部分がないので、かなり稼働率が高い。そうすると結果として生産性はこ、っちの方が高いというような工程が組めるようになるわけです。まあですから、まあこれあくまでも、これは模式図上の話ですけども、え、他の子のメリットっていうのは色々あるんだということを、あの、お考えいただくといいと思います。え、それから、まあ ICT の活用についてです。 で、ICT って何、何のために使うのかということですけども、まあもちろんそれはあの、省力化、省人化するためです。で、まあその時に皆さんよくロボットに置き換えるとかですね、ドローンで測量するみたいなことを考えるんですけども、それはそれでいいんですが、もっと、まあ特に土木なんかはそういう大きなことを考えてもいいんですけども、建築なんかで言うと、えー、もっと大事なのは、えー、距離の解消ですね。例えば、えー、遠くの現場まで見に行かなくても、 えー、あの、そ、その現場の状況を知ることができる。職長さんは、あの、いちいち、えー、高層ビルの上から下まで全部見て歩かなくても、どの会が終わってるかということが、えー、手元の、例えばスマホでわかる。そんなようなことです。それから時差についても、あの、同じことです、えー。移動するまでの時間の時差っていうのがいらなくなる。それから可視化っていうのは大事な概念です。要するに人間の目では見えない。まあ、例えば壁の裏に何があるかっていうのが、 今の技術では見えるわけですし、もうすぐするとですね、例えば建築現場でタブレットをこうやってかざすと、その後ろ側にどんな配管が通っているかなんてことも見えるようになるわけです。あとそれだけじゃなくて、例えばバイタルセンサーというようなものをつけると、作業員の方々がどれくらい疲れているか、そんなものも見えるようになります。これはとても大事な観点です。 それから共有連携ですね。これは情報の共有連携です。今なんかテレビコマーシャルだけでもいろんな種類のものやってますが、いわゆるグループウェアです。えー、いろんな人たちがこう情報連絡を同じ画面でできるとかですね。それからあの修正された最新の図面をいつでもスマホとかタブレットで見ることができるとかですね。えー、そういうのがあの共有連携ということです。 それから、しかもそういう情報が新生性同一性。要するに紙ですと、例えば2枚の紙に違う人が違う変更を書き込めば、えー、違うものがこう流通していっちゃうわけですけども、この電子化うまくやるとですね、その辺が一本化できて、えー、違うものがこう流通していって現場で困るなんてことがなくなる。これも、あの申性同一性っていうのは非常に大事なことです。 それから、あの、蓄積と利活用ですね。え、今まではなかなか、え、アナログ情報だと、それまでの実績とか経験っていうのが、え、頭のけだけに残ることになってしまうんですけども、IT を使うと、それがちゃんと情報として蓄積される。で、それを再利用すれば、非常に次が合理的になるとか、まあそういうことも期待できます。まあそういうものをフィードバックと言います。まあこの ICT については、詳しくは、え、第2部で、 えー、もっと詳しく、あの、お聞きいただきたいと思います。えー、それから最後に、えー、事業承継です。えー、まあ、事業承継、M&A というと、なんか買収のような、あの、悪いイメージもあるかもしれませんけども、えー、建設業は、これいろんなデータがあるんですけども、まあ、私がいろ、自分で調べたり、いろんなものをまとめますと、後継者がいて、もう安泰だよっていう建設会社は、 全体の3分の1くらいというのが実態だと思います。それからそれに加えて3分の1は会社は残したい、えー、けども後取りが直接決まってないよというようなところが3分の1です。それからもうこれ続けるのは無理だからもう廃業だねと言っているような考えているのが残念ながら全体の3分の1くらいいらっしゃると。これをどうにかしなければいけないっていうのが、えー、大きな問題だと思います。 で事業承継 M&A ということですけども、ええー、まあ、まずは後継者内への対応ということで、後継者がいないのに、えー、有料な会社っていうのは、えー、たくさんあるわけです。ですから、有料なその建設会社の生産資源、そこには人も含まれます。それから、この地域の維持活動とかですね、災害対応とかいろんなことがあるので、これはそういうところを、 え、うまく、M、え、M1 で、え、することによって残すことができる。それから、新卒の若い人を確保するというのはすごく大変なことになってますけども、そういうところで働いてる人をちゃんと、あの、働き口をそのまま消、消棄してあげるということは、これはとても大事な、あの、担い手の確保手段になるんじゃないかと思います。まあ、それか、まあ、これは、技能者の技、技能者や技術者の確保ということにもつながります。 それから、あの、まあ、同じ職種同士でえー、くっつくっていうのもありますが、ここを異業種に展開していくと、えー、まさに、その会社自体で多農耕っていうのが、えー、実現するわけですし、まあ、引いてはその地域での、例えば、区体意識化していくよとか、内装の多くの部分をその会社でできるよみたいなところっていうのも、えー、実、あの、要するに再編ですね。え、それにも、え、寄与するのではないかなと思います。 で、それがその会社では、あの、受注機会の拡大にもつながる。それから経営基盤の強化にもつながる。えー、重層下請けの改善にもつながる。結構いろんなこと、いいことが、えー、あると思うわけです。まあ、これについては詳しくは第4部にて、えー、お聞きいただきたいと思います。まあ、ただし、まあ、こういうことをうまくやるには、今、建設業界上げてやってます、不良不適格、要するにダンピングするような人が、 え、いなくなってもらわなければいけないとかですね。それから、みんなでちゃんと社会保険に入ろうとかですね。え、そういうことも、あの、一方で、しっかりとやっていかないと、え、真面目にやろうとした人が損をするような業界のままでは、なかなかこういう再編もうまくいかないということになってしまうわけです。まあ、以上、あの、私の方から、総論として、ま、あの、建設業の生産性と、え、事業、え、継続について、 えー、まあ、生産性の考え方。それから多農耕。それから ICT の活用。それで最後に、えー M、a ということについてお話をさせていただきました。まあ、詳しくはこの後に続きます、それぞれの、えー、パートで、えー、引き続き、あの、お聞きいただければと思います。どうもありがとうございました。